Let's start with the studio of the year. The nominees are Roll 7, Terrible Toy Box, Half Mermaid, From Software, Interior Night, and Tribute Games. And the winner is From Software. この度はスタジオ・オブ・ザ・イヤーという素晴らしい賞をいただきまして、本当にありがとうございます。エルデンリングというタイトルはですね、フロムソフトの中にコアとなる人材が育ってきたと。で、それを前提にして初めてできる規模の、フロム過去最大規模のタイトルでしたし、今後このタイトルを節目にして、次のフロムソフトに向かっていくという意味でも重要なタイトル、フロムソフトウェアというスタジオにとってですね、非常に重要なタイトルでしたので、それを制作リリースした年にですね、このような高い評価をいただけるというところ、本当に嬉しく思っています。今後ともですね、フロムソフトウェアらしいゲームというものを作り続けていこうと思っていますので、ユーザーの皆さんには引き続きご期待いただければと思います。本日は本当にありがとうございました。